ファッション小売業の a エ s o s c o m の会長とトライアスロンやサイクリングの道具のネット販売事業を手掛ける企業ウィグルリミテッドの会長。彼は過去にスラウに拠点を置く英国のアマゾン .co.uk で社長を務めていた。彼は1955年にイギリスのグラスゴーで生まれた。カードナルドのアワーレディオブル f ド中等学校で教育を受け、 グラスゴー大学では経済史と政治で修士号を取得した。大学在学中には彼は学生自治会の会長だった。1977年にゼロックスに入社し、その後 IBM やデルで勤務し、2003年から2005年まではマネージングディレクターとして TE モバイルで勤務した。彼は2006年から2010年までスコットランドの サッカークラブセルティック FC の非常勤取締役を務めた。彼は AO.com PLC の上級、非常勤取締役や、スコティッシュエクイティパートナーズの相談役のほか、イギリス政府のデジタル諮問会議のメンバーと、グラスゴー大学の大学評議会のメンバーも務めている。過去に彼は BBC とコンピュータセンター PLC の非常勤取締役を務めたこともあり。 A ・ファーウェイの顧問会議にも参画した。2016年にマクブライドは、ラザードの技術部門に重点を置いた、財務助言事業のシニアアドバイザーに指名された。彼は結婚して二人の子供がおり、サリーのキャンバリーに住み、テニスやゴルフをして、余暇を過ごしている。ありがとうございます。